ゴールデンウィーク期間中の釣り天気をお伝えしていきたいと思います。まずはですね、こちら千葉県市原市にある海釣り公園の様子です。もうすでにですね、釣りを楽しまれている方もいらっしゃるみたいですね。では今後のお天気はどうなっていくでしょうか。アイコンで確認しましょう。ゴールデンウィーク初日はあいにくのお天気となりそうですけれども、土曜日は晴れるところも多くなりそうですね。その先も周期的に変化していきまして、東日本や西日本のあたりでは2日以降も晴れの日続くところ多くなりそうです。釣りにはどうでしょうか。晴れの方がいいんですかね。ぜひお楽しみください。そしてウェザーニュースのアプリ釣りチャンネルでは、波や風、海水温などがピンポイントでチェックすることができます。